それだ。はい、それではやーロアルのゆらりがうがです。やロアルのタイガトラです。やロアルのハイタカモズです。はい、アルバイトジンノです。はい、ハムさんこんばんはなのです。こんばんはです。こんばんは。こんばんは。ばんばん。今日はファーミングシミュレーター22でのんびりと頑張って農作業をやっていきたいと思います。思います。今日は米倉さんはお休みです。そう、米倉さんはお休みです。はい、で大豆です。青々とした大豆です。この見る限り大豆、多分見渡す一面大豆、うん、南の方も大豆、大豆離れたあちらの土地も大豆、大豆大豆大豆全部大豆、大豆系の始まりだ。大豆となりました。大豆だイエーイ。でももう肥料も巻き終わってて、こいつらは実るのを待つのみですね。ですね。秋口なんだよね、うん、そうそう秋、そうで秋しようかな。まあ、どうするかってことで、枝豆だ、枝豆だ、そうね、枝豆ですね。うん、枝豆だ、枝豆です。未熟なやつが枝豆だよね。え、そうなの。夏と収穫するのがじゃあ枝豆になると、うん、今収穫すれば枝豆ってこと。え、ついてる。そんな単純にまだじゃない。単純に枝になったままで枝豆じゃない、うん、まだじゃない。でも枝豆ってなんか夏ってイメージない？そうだね。夏に食べられるからだけど。まだ実がなってないよ。うん。まだなってはない。だって収穫時期ではないから、ね、うん。収穫して殻から外して豆腐にするか、うん、それとも枝豆にするかじゃないんですかね。あ、そういうことか。多分。なるほど。うんうん。半分豆腐にする？いや、枝豆でいいです。 100% 枝豆大豆もね、加工品あればいいのにね。あ、まあ、海外なのでそこまでですよね。あ、そっか。日本人だったら多分変態的にいろいろやらせるんだぜ大豆への期待が厚いからね。あ、クラインさんだ。金のお茶くれてる。クラインさん、こんばんは。こんばんは。ありがとう。どうもどうも。海外というわけで、はい、ああ、いうわけでバイト、え、バイト、あ、バイトする？収穫のバイトをやるか、うん、進めるかですね、うん、あれなんか1個収穫の完了してないね。あ、1個ね、そうそう、機材を借りてんじゃないっけ。そうそうそう、あ、そうだそう、それで53やるつもりだったんだっけ、うん、そうそうそう、いや、クラインさん、そうそうそう、いやいやいや、クラインさん、こんばんは。こんばんはです。いやいやいや、いらっしゃいやいらっしゃいやあ、ゆらりがうがさん、お茶ありがとうございます。張り合わないのよ。また1位になっちゃうでしょうが。3640ドル、収穫は自分のところの収穫したいしな。そうか。あ、しげさん、でもやー、こんばんは。やーやー、こんばんはです。しげさん、こんばんやー。こんばんや。こんばんや。めちゃめちゃいいさ、機材あるから大した苦じゃないんだよね、収穫。そうだよ、この黒いのもらったんだよ。もらってはない。何を借りてんの、借りてんの。自分のものにしようとしてるんですか。暗いのじゃない。黒いのはね、借りてるやつです。クラインさんといろいろかぶってんね。水飲むのどうする。はい、いらっしゃいませ。お金いるからね。水飲むか。水飲むのだ。はい。なんで悲しげなの。水飲むのだ。まあ、余ったキャノーラを売るというのもありですから、まあキャノーラの収穫やってもいいけども、そうね、でもいいけど、今日は人手が人手だしな、ちょっと進めようかな。あ、それかさ、この5253でさ、うん、近いからこの2つやるとか。1592だけど、52またくっつかないタイプ。いや、そこまでしなくてもいいかな。おはやさんも金のお茶くれてる、うん、みんな金のお茶、お茶ありがとう。ここまでしなくて、金のお茶って何、金箔入りなの、わかんないこんばんはなのだ、いらっしゃいませなのだ。ちょっと時間進めます。あ、いや、メインはやっぱり大事。これくっつかない、あれくっつかない、これ
受けてるやつどうする？受けてるやつやっちゃっていいですよ。多分親方とか暇だとか言うから、やっといてください。暇だよ。暇だけど今日散歩したら入っちゃうから。じゃあ53の収穫だね。暇ない人は53の収穫。暇じゃない人は。53ってどこ？もうね、53のとこに刃置いてあるから。今もうなんか刃つけてるよ。まず。今つけたよ。一台さ、コンバイン置いてない？そうだね。赤いコンバインと刃あるから、これ使って。俺のコンバインじゃねえか。違うでしょ。あ、それにさ、じゃあさ、じゃあ、とりあえず黒。赤い方使って、黒持ってくわ。黒いのガガちゃんに。あ、ガガちゃん今乗ってく？あ、どこ行った？そうだね。あの、飛んでる。あ、飛んだ。じゃあ、飛んでるけど、ちょっと待った、ちょっと。暗すぎて、ここがどこか分かんないみたいな。ね、分かる。暗いんだよ。何番って言ったっけ？ちょっと待って、ちょっと待って。53。何？そもそもさ、あの機械黒いのにさ、今真っ暗でさ、マジ。X9100。ステルス機能高いよ、ここ。ジンノさんがなんかやらかしたって。やってない、やってない。いや、セール品が出た、セール品が出た、セール品が出た。X9100。X9100 はいいやつじゃない、これ。X9100。買いたい買いたい。コンバインコンバインこっちじゃない、こっちのコンバイン。これ高いやつだよ。55万のやつ。あー、これね、これね、これね、一番高いやつよね、これ。一番高いやつ、ジョンディアの。あー、今いくらで売ってんの？来たね、これ買おう。今いくら？今いくら？今49しかないよ。あー、いけるいけるいける。余裕余裕。買える買える。よし。やったー！ついに。たらら、ついに、ついに。鼻から君に出そうな音やったけど。ようやく、やったやった、自社製、自社製の。ノブさん、上がれるそれ。はまりました。おります。バックしてもダメ？バックしても多分動かない。わー、やった。ついに。やったー！ついに、うちのコンバインが。やったー、やったー、やったー。お、いける。うん、おナイスナイス、全然動かなかったさっき。行動が早いタイガさん、もう乗っとりやんけ。やったー。で、何買ったの？え、コンバインコンバイン、いいやつ、超ド級。うわー、これ履帯のやつだ。そう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 、ちゃんとあの履帯の幅もちょっと太めにしておきました。うわー、かっこいい。いいね。早く明るくして。でっか。ああ、すいません、すいません。時間止めてた。明るくしろよ。すいません。興奮して、すっかり忘れて。取り目なんだぞ、こっちたら。あ、ジョン・ディアの方の歯、向こうにあるやつ。え、これがそうでしょ？これ違うやつでしょ？違ったっけ？うん。もっと大きいやつだよ。あ、これクラスか。わあ。やったね、立派だ。え、じゃあ、おっきい、あれ。乗りね、乗りね。乗ろう、乗ろう。ひどい。何？ん？何？解約したでしょ。え、何が？え、親方？黒いやつなくなった？もしかして。いや、僕何もしてないよ。いや、私も何もしてないですよ。え？え？え？赤い僕のコンバインなくなったよ。あ、ないなってる。これもしかして、え、期限切れ？ほら、あ、え、期限切れ？嘘。あ、じゃあ報酬もらってない。おー、なるほど。マジか。期限切れある。8月に入ったから期限切れ。パチパチ。そういうこと？あれ、いつ受けたっけ？え、2ヶ月とかかな。そうね、先々月ぐらい。小麦だよね、確か。小麦の時期ですからね。小麦だから。ああ、え、でも小麦でも、いや、収穫時期、いや、収穫8月だもんね。そうだよね。大麦だ。別によくない？大麦だった。いや、小麦しか出てなかったはずだよ。はあ、なるほど。どっちだろう、モズの。しかもちょっとここ買っちゃったのに全部持ってかれた。え、100番なるかな、大丈夫かな。あと、そうですか。いや、予想外の展開。いや、もうそこやんなくていいんじゃない。あ、
53は53は受けてはいるから、そうそう53は受けてるのよ、はいはい、おいマジかよ、あマジかよですね、これはまさにマジかよ、やったな、そうか好き、でも前は結構ずっと残ってくれてませんね、ずっと借りれたよね、うん借り入れてた、でかあそこ悪い企業だぞ、ちゃんと2ヶ月くらいで回収しろって多分早く回収しろって言われたんだよ上に、うん、収穫時期が終わっても結構かっこいい、長くやでかいね、いえっていうかこの歯を動かせるってあたりがすごいね、こうか、えそれちゃんと固定されてんの、えされてるされてる、あぶほんと途中で落としたりしない、えでもちょっとなんか長さが足りてない気はしますねうんそうだね、いやでもバランスよく乗ってはいるよ、これ多分はい、明るくなった、これで多分これでも緑色変えられないよ、変えられないはず、それで持ってくん持ってけないんだ、あれ持ってけないね、キャラクター持ってきたんだけど、だからあそれで買ってはいけないんじゃない、持っていけるはずなんだけどな、わ、虎が分身してる私の画面あらら分身はここのハイガさんの方が違う、ハイタカさんの方が得意なはずですけど、ここのトラクターの前にいるんだよな、興奮しすぎてさ多分そうだね、これちゃんとくっついてんのかな、わかんない、運んでみないとわかんないし、多分くっついてると思う、うん、ただとりあえず回収用のトラクターを持っていこうか、じゃあ神野さんそれ53に運んだね、いや多分あのなんていうか、うん、猫に小判だと思う猫に小判、なんでだよ豚に真珠いや多分あの大きすぎて取り回せなくないああなるほど、大丈夫でしょ、キックショー夜だったから分かりにくかったけど、うん、結構ごつい車体、ね、そうだね、結構ごついね近いからさ、そうめっちゃさ今ガウガちゃんのやつ乗ってるやつさ黒だからさ、まず夜はさ保護色なのよ、うん、まあね、完全にステルスだよ、トラクターで行くのだ、え、これどこに収めんの、え、た、あ、タイガさんちょっと待った、ちょっと待った53、タイガさんちょっと交代、穀物工場ってどこだ、いやだ、いや、ちょっと、いや、本当にちょっと交代ジョンソンズファーマーのさ、右上、右上、え、めっちゃ遠いとこじゃん、画面の北の端、うん、あそこか、これって小麦です、多分小麦、うん、そう、小麦らしい、夏は小麦の時期らしい、全部らしい売るのその歯、いや違います違います、トラトラクターまさか違います違います、あ前使ってたカッターの歯ってこれだっけな、はい、じゃあ出発だ、もう行きますか、いやでも黒もかっこいいんだよね、うん、確かに42キロも出るぞこれ、ちょっと押したカッターよの歯よりやっぱり長いな、これリセットパンを作りたい、しげさん、しげさんパン作るの、パン自分でパン作る、え、こねるんですか、いいじゃん、二次発酵させるんですか、すごい、なんか発酵させたパンさ、かわいいよね、ん誰も同意しなかった誰も同意しなかったななんでめっちゃかわいいやん、なんか何を言ってるのかよく、つっつきたい、うん、これは焼き上がったパンの方が良くないですか、うん、焼
き上がったパンをつっついたらダメでしょ。いや、焼く前でも、焼く前でもつっついたらダメでしょ。一度は作ってみたいですね。まだ作ったことないだろう。なんかさ、パン焼き機みたいな。あ、でも、パン焼き機、割とさ、流行ったよね。そう、流行ったよね。ホームベーカリー的なね。うん、そうそうそう。持ってるよ。うちもある。うちは断捨離されたんじゃないかな、おかんが。一時すごい作ってたけど。おかんが断捨離されたんじゃないかな。わかるわかる。めっちゃ軽快に走りますね、タイガさん。やめなさい、それは。これで落ちないのが落ちないのが不思議だ。発酵の過程を忘れてました。発酵しないとダメですね。うん、発酵楽しい。発酵楽しい。楽しい。発酵って置いとくだけじゃないの。うん、何かあの働きかける。発酵しろみたいな感じで燃力を膨らんでるくるとかね。うん、そうそうそう。見てると楽しいよ。多分パンとかもちゃんと測んないとダメだろうな。夜で終わらすの。いやだってさ、パン屋さんとかあのその日の湿度とか気温とか考えながら水の量とか考えると言ってるからさ、うん、絶対に無理。ね、科学だって言ってた。そう、うん、料理は科学ですよ。料理適当だよ。あくんでしたっけ。適当だよ。適当だよ、ね、んだっけ。パン味見しなくても大体美味しいの作れる、うん、大さじとか測ったことない。測ったことないね。うそ、ね、目分量、うん、勘だけが頼り、うん、勘だけが。そうだ ね, ね、それで美味しいものが作れてるから。そうそうそう、うん、あとは普段作ってる、そうセンスよ、うんうん、なんかさ、お菓子作りはそうはいかないんだけどさ。そう、料理はね、普通のご飯はね、全然大丈夫だよね、うん、そう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 、実際それで大体作ってるしね、うん、あっちの使ってないの？ジョンディアの方の歯めちゃ広なのに。カラーリングは気に入らないんじゃないんですか。あ、そうなんだ。カラーリング効率かなと思ってた。ジョンディア誰、うん、あの有名な会社。ここに歯持ってきてたのに、せっかく使うかなと思って。いや、そもそも暗い時に作業を始めたからよ。あー、なるほどね。そもそもね、うん、見えないのよ、こいつら保護色だから、うん、まあ、ここに打ち捨てられてる。かわいそう、ね、かわいそう。でも最強の歯がもうめんどくさいからね。逆にスイーツ作りは分量を求められるみたいですよね。だから、そうそう、だから、うん、はダメやらないんだよ。食べる専門です。僕はお菓子作りの方が好きだけどね。結局さ、お菓子ってさ、うん、あの市販のやつが美味しい。それ言っちゃダメだな。美味しいものを作ることが目的なんでしょうよ。美味しいものを作ってあげるっていうことが楽しいんでしょうよ。手作りお菓子で市販のに勝ててるの食べたことないからさ、今まで。いや、でも美味しい。作る人が作れば美味しいじゃん。うん、てか作り慣れてる人が作れば。そうね、きっと。パティシエの人が作る手作りお菓子。おやめろやめろ。美味しいと思うんだけど。でもなんかそういう機会はないからさ。まあね、それだったら本当買って。ってなる。まあ、手軽。さあ、なんか昔家でよくキャロットケーキを、うん、まあ、作ったりしてたんだけど、結構それが好きだって、うんうん、で大学出た時にさ、おかんがさ、なんかさ、あのいろいろ物資送ってくれるのと一緒にキャロットケーキ入れてくれとってさ、うん、それで、あ、これはうめえなってなったのを覚えてる。あ、なんかパウンドケーキのバナナ味のやつ。ああ、うん、うん、友達が作ってくれるやつのそれ好きで、うん、ずっと待ってた。ずっと待ってた。待ってたんだ。話が通じてないですかそれ。自分では作りません。自分で作ってレシピをもらって作ったとて、うん、絶対にそれになる気がしないんだよね。そうだよね。そう、シフォンケーキバリ難しい。それは、あ、そうなんだ、ね、あ、そうだね、うん、僕一人暮らしの時にさ、
その卵を6つ入りで買うか10個入りで買うかっていうのもなんか値段的にもったいないから10個入りで買っちゃうんだよね、うん、で、うん、そしたら絶対一人暮らしだと余るさ。あ、はいはい、そうで余った卵を使ってシフォンケーキいつも作ってたんだけど、うん、なんか毎回毎回出来が違うんだよね。いや難しいでしょあれだって。あれ本当難しい、ふかふか感がね、あっこに確か借り残してたんだ。よしゼロです。はいよー、まだ入る 77%。 これ100万になるから、もうラオガちゃんのその借り残しを、うん、入れればあれかな、うん、これすごいめっちゃ入るじゃん。あ、そっか、もう買っちゃってたってこと、返却した機材で。そう、うん、ちょっと買っちゃってたんで、一列は行ってないんだけど、うん、ちょっとだけね、うん、そう、ほんと最初のちょっとだけ、はいはい、1列目の 20% ぐらいだったね。そうだね。15% か。10%。あそこの後見かけた。100いかないんだった。それ、ペイデーして取りにあげた方が。まあ、行くとは思うんだよね。そんなに多分入ってないはず。なんだけど、はい、こっけー。怖いなって。怖いな、怖いなって。うん。怖いな、怖いな。ね。そんないきなり消えると思わないじゃん。そうね、神野さんがまたやらかしたと思った。いや、なんで、ね、なんでだろうね。そんな期限切れなんて今まで引っかかったことなかった。初めてですね。1ヶ月ぐらいでしょだって、うん、そもそもが、うん、もう神野さんがまたモズのやつ取ったと思ったもんね。バイトね、どうすか。あるにはあるんだけど、そんなになんかいいお値段じゃないんでしょ、うん、そうね。どうだっけ、畑82でジョンソンズファーマーってめっちゃ効率悪くないこれ。やるとしたら72のキャノーラだけど、うん、まあキャノーラかな、うん、ですけど、あ、いや、まあ、まあいいんじゃない、もう時間進めちゃって、うん、でも待ってね、売りに行くまで待って。これが売りに行くまで待ってくれ、さっさり。おから食べたい。おからそんなに好きじゃない。私も好きじゃない。え、自分で作ったやつすごい好き、うん、作るんですか。自分で作らないのよ。パサパサして好きじゃない、うん、作る。え、パサパサになるの作ったら。そんなしっとり作りなよ。いや、作らないから。作らないだって。作らないよ。そもそもがさ、あ、前提が違うんだよ。なんかさ、買ったやつってさ、やたら甘いじゃん。え、あれ好きじゃない。甘い味好きなんじゃない。あんまり好きじゃなくて、なんか自分の好きな味付けで作りたいから。うん、ちょっと甘みあるよね。ちょっとね、なんか砂糖入れすぎってなってイラッとするから。自分で作るやつが一番美味しい。味ごまかしてるけど、でもその甘みが強すぎて、ただただまずい。うん、虎が作ったやつは美味しいから待ってるね。豆腐も作るんですか。じゃあ豆腐は作んないよ。え、せっかくおから買ってくんだって。あー、へー、なるほど。自分で絞るんじゃないですか。味付け前の、そう、味付け前のおから売ってるでしょ。知らない。知らない。買わないから。興味ない。買わないから。普通に冷ややっこと食べるからいいよ。冷ややっこを冷たいまま食べるか、あの電子レンジチンして温かくして食うかみたいな感じだったら。おお、確かに。から買わないよ。買わないね。うん、買わない。自分で作るから。買ってるでしょ、でも。おからの元？おからの元っていうか白い状態の。これがおからでしょ。買ってくる。そう。おから買ってることは。元っていうかやっぱおからだよね。おから買わないって言ったらもう大豆絞るでしょって思いますけどね。なんか認識がちょっと違う気がする。うん、食べたい。カレーも食べたい。タラコスパが食いたいんだよな。よし。タラコスパゲティ食べたい。食べたいよね。わあ、昼に唐突に思ってさ、え、スケカノに食ってやろうかと思ったけど普通にボロネーゼ食った。ん？なんだい。やめてあげてよ、私に対してやめてあげてよ。もう
買いに行ける状態じゃなかったんだよ。お昼持ってきちゃってたから。かわいそうだな。なんでスパゲッティ食ってんだよ。ボスがタラコパスタ言ってた。ナポリタンにしたとさ。なんてこと。ミートソースもいいね。甘だった。いいね。89。かかりしてんのジェノさん。ん？いや、見てるじっくり。後ろのところに実はアタッチメントがつくんですよ。ああはいはいはい。接続器具があって、本来だったらここにあるっぽい。え？契約終了したぞ。うん、た進めていいぞ。あ、あいあい。終わったよ。あのね、ぴったり。あー危ねー。ナイス。危ないね。色々ギリギリだ。危ない。余る暇もなく終わったよ。あ、でもこれは違うか、ウィンドロアか。ここはジェノベーゼ食べてみたいけどビビって頼めないです。ジェノベーゼどんなやつだっけ。ジェノベーゼ美味しい、美味しいよ。ジェノベーゼってさ、頼んでみて。あの緑でしょ、ナスのやつ、ね、そう、緑、緑、緑のやつ。そうそう、バジルのね。あー、あー、はいはいはい。普通に好きだけど、そもそも、うん、野菜好きじゃないし、うん、ハーブ系大好きじゃないし、うんうん、あーダメだね、やめた方がいいです。候補にバジルソース好きなんだ。あのピザとかにかかってるバジルソースもあんま好きじゃないの。美味しいよね。そこまで気にしたことはないと思うんだけど、うん、バジルかかってる方が僕は好きかな。どちらかというとトラモ、うん、でも緑の時点でない。そう、色合いが良くないですよね。ボンゴレ、ボンゴレ好き、うんうん、ボンゴレ美味しいね。セブンのボンゴレパスタ好き。へー、めっちゃニンニク効いてるけど、うん、仕事をトラさんのバジル蒸し、今度はトラをバジル蒸しする。美味しそう。いやー、こんばんは。いやー、こんばんは。カルディさん、こんばんは。バジルで蒸されたい。なんかあれみたいな、ヨモギ蒸しみたいなことでしょ。あはは、まだヨモギの方が良くない。ヨモギ蒸し、朝なんか尻を炙るやつでしょ。やったことないんだけど、なんか寝袋みたいなんで入ってるやつもあるよね。そう、寝袋みたいなんに入って尻を炙るやつ。虐待の様子しか分かんない。美味しいのはモズバジル。モズバジル美味しそうね。まあ、鶏にバジルはない。トラからハーブの香りが、トラからハーブの香りしたら多分モズが使えない。トラの尻からハーブの香りが。ハーブ系は好きじゃないんだよな。お、そういえばさ、今日あの、なんだっけ、マルトレーナー導入してみて、あの配信画面にさ、高評価と視聴者数乗るようにしたんだけど、それでストップ設定にしてたんだけど、マルコ、そうそう、マルトレーナーっていうやつね。うんうん、高評価1ありがとうございます。ありがとう。マルトレーナー。めっちゃ変なとこ行ってる。でもこの枝豆とか OBS と、連携していろいろとね、情報を出すことができる新ツールらしくて、新しいものをいろいろ試したい僕は、今回飛びついてみました。それが安定したらいろいろ導入するモズです、うん、あ、ね、枝豆ついてる。ジンノさん、枝豆ついてるよ。なった。あ、よく見て。なった。あ、ほんとだ。ちっちゃい枝豆ついてる。なんかちほんとだ。かわいい。ちゃんとなってる。なってるね。細かいね、君。うん、ちょっとでも黄色いな、茎かな、まだ茎かなと思ったら、うんうん、ちゃんと枝豆、ちゃんとついてた。うん、三連の枝豆ある。細かいね。二連のやつもあるし。今度うちの庭で育ったバジルでモズの香草焼けするか。モズの香草する。やこ、その畑やこ。ニワトリの方がいいよ。確かに。畑ごと焼くの。畑焼き。53番はもうこれ、うん、完了で大丈夫ですよね。うん。これトラック、うん、そうだよね。言っちゃった。知ってる。いいよ。飛べばいいんだろ。買えるよ。徒歩で買えるよ。そうしてください。この足は行ける。帰ってきたよ。うーん。枝豆の醤油でも美味しいし。そもそもリセットすればよかったんだよ。なんで私は地味に帰ろうとしてたんだろう。
そうだね。毎回やろうとしてるね、君ね。毎回地味にちゃんと運転して帰ろうとしてんだよね。運転苦手なのにね。運転ね。収穫はもう季節が終わりましたね、これは。そうね。本当だ、ちゃんと本当についてる。じゃあずんだもんが大量なのだ。プラッペラの枝豆がついてる。あ、そうか、ずんだもんって 大豆？あれ大豆か。ずんだ餅のずんだですもんね。ずんだ餅だから枝豆だね。枝豆だね。ずんだ餅美味しくなかった。うん、美味しいやつ食べてないんだよ。まずいやつだったんじゃない？そうなんですか。外れだね。あ、美味しいよ。やっぱり当たり外れだ。美味しいよね。僕は食わず嫌いであんま食ったことないけど、食ったことあるのかどうかすら記憶にないぐらい。いや、豆系割とうまいよね。美味しいよね。そう。なんかきなこ豆とか、なんかなんだろう、きなこ好き。なんか豆系のやつでなんか美味しくないなってもたまにある感じ。うん。あ、まあわかる。それもわかる。運転が苦手、モズさん、ユーロトラックシミュレーターやってほしい。事故るよ。あれで事故ったら、本当ね、自分だけじゃなくて大量の人が死ぬからね。え、人死に出るんですか、あれ。人が死ぬの？死ぬ。そうなんだ。トラックだからみたいな。モズが死ぬなら、みんなも死のうよ。みんな死ぬんだ。68番、肥料巻き。はーい。そら豆と勘違いしてた。そら豆はそら豆。そら豆好きじゃない。そら豆はでっかい豆ですよね、うん、あ、なんかもさもさする、うん、なんか味が大味な感じ。そら豆さ、ちょっと臭いよね。なんかそう、なんかちょっとさ、ちょっと臭さが、はい、臭があるよね、はい、よし、みんな同じ意見でよかった。僕そこまで嫌いじゃないけど。これ36の肥料巻きも2000ドルくれるからやっちゃった方がいいかな。ああ、そうね。36。500馬力ってどれぐらい？何今は。なんでもない。なんでもないよ。なんだら。何やらかしたの？同じ。何もやらかしてないったら。同じ肥料巻きならもう全部受けちゃっていいんじゃないか。まあ、ね、あんまりやすいな。もう受けちゃった。これどっちから使うんだ。肥料巻き3件受け負いましたんで、暇な人行ってください。暇だけどどれ使うのか分かんなくてちょっとうろうろしてます。え、レンタルしてますよ。ガガちゃんに伝えに行こう。あとは肥料を一応買っときましょうか、うん、まずトラクターに乗ってください。中身はこれか。どれがいい？袋の肥料を買いましたけど。同じ。これをこの緑で大丈夫。で、これを後ろにつけます。後ろ見えないからさ、あいつ。何年だよ。わかる。遠くから見たらいいのよ。スクロールホイールくるくるしてください。うん、今ジンノさんが買ってくれたこの倒れてるやつは、これも肥料？これも肥料だと思う。じゃあこれもちょっと入れるか。うん、これ固形肥料。もつ2個とも入る？いや、1個で十分、うん、あ、1個で十分。ええ、うん、そんなに狭い、うん、広くないから。じゃあ、うん、半分でもいいくらい。じゃあ僕もう1個もらえばいいの？うん、うん、どこって言った？いくつもあると思う。3つある。好きなところへどうぞ。36しか点滅してないんだよね。ああ、68、うん、36、あと29だったかな。29、うん、29。それで出陣すればいい、うん、はい、36目指そう、うん、それで出陣すればいい。え、もっとどこ行くって？36。ああ、じゃあ68、うん、29が見つからんかった。68がちょっと広いね。うん、ガガちゃん今何パーセント入ってる肥料？31。モズ8%しか入ってないけど大丈夫？まあいけるかな。え、袋入れたんじゃないんですか？入れた。え、入れてそれ？それも肥料？うん、はい、肥料。これは違うの？運んでるジノさんが。お気がかかった。ジノさんが持ってきてくれるかっていうかで。
あら、ちょっと、ちょっと、ちょっと、タイガさん、タイガさん、あのカウンターウェイトください。マジで言ってんの。前が重すぎて。ラウガちゃんが引っかかってんじゃない？違う。親方はただ体当たりしてるだけですよ。そう、体当たりしてるだけ。あげれないよ。どうすればこれ下ろせばいいのか。単純トントラックが250キロ以上出せるのは5000馬力大変だ。どっちから違う後ろか。あれだ、事故だ事故だ。頑張れ重っ、頑張れ。よいしょ。そんな重いんだね。評価もう3くれてる、ありがとう。ありがとう。一袋で一トン。そんなね、あの大して何の出来事も起きない。うん。平和なだけ。今ジンノさんが事故ったぐらい。そしてもう誰もいなくなった。届けに行くか。腹は暇してます。じゃあタイガさんこれ届けてくださいよ。ついてくわ。でもなんでついてくるんだ。暇じゃん。あ、そうだ、思い出した。あの56番ショップのすぐ南のあの畑って端っこやるとき、うん、なんかいつも引っかかって嫌な感じじゃないですか。嫌な感じ、嫌な感じ。畑をちょっと縮小するのもありかなって思ってて。あ、なるほど。馬のために馬置くからね。いや、馬置いたら今度馬が邪魔でしょ。まあね。そうね、あのジジイの家が潰せないんだったら潰せないから、潰しかないわ。潰せないんだよね。なんかわざわざ縦やって横やってってやるのもちょっと面倒くさいなっていうのもあるし、うん、そうだね。いっそなかったことにしようっていう。そうね。やりやすいとこだけ残してるのもいいかもね、うん、なるほど。あれ、そうする。そう、まあ、あの1列分ってことでしょ。いつも縦やってる1列分。そうです、そうです、うん、ちゃんとあのぐるっと回れるぐらいに、どれぐらいだよ、回れるぐらいの広さを確保しようかなって思って。こう、うん、まあ羊置いてもいいしね。置いたら今度それが邪魔になるでしょうかと。なんでわざわざその隙間を埋めていくのさ。いいのよ、隙間はいいのよ。もう隙間、あーで、あった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 。豪快に川に突っ込んでいきます。うん、やっぱ川だから。68番誰、ガガちゃん、ちゃんと負けてんですか。肥料が足りない。え、そっちが先、セッティングしてる。うわ、42m ぐらいだよって思いながら。うわって何さ。ジーノさん、うわって何さ。そんな見どころ作んなくても。ジーノさん見てないのにそんな見どころ作らないでよ。ジーノさん横転しました。やっぱ重い荷物持っていると、そりゃそうですよねっていう、うん、ね、どこで横転してんの、だいぶ、ね、68番、ガウガちゃんの畑のとこ。あ、そこか。ちょっと待って、これどう起き上がれない。起き上がるか。じっとしててちょっと、はい、いや無理だな。これでどれぐらい負けてる、どうしよう。どうしよう。ダッシュしよう。どうすればいいんですかこれは。チームの会ですよ。いや、そこ、いや、ぐいぐいさやったら起き上がれないかな。うん、まあ、ひとまずまず、うん、まずこの種を下ろそう。まあそうね、種は邪魔。アタッチメントを外して、うん、モズが見に来た。何しに来た。
ちょっとマイタロさん起こしてくださいよ、そんな暇なら。これはひどい。痛い痛い。ちょっとタイガさんなんかちょっとご老体がなんか腰痛めてるみたいな。ちょっとあの背中でちょっと つっかいになってもらえませんか。いいよ。このままだとぐるぐる回っちゃうからちょっと止めてほしい。確かに。ユーロトラックシミュレーターのマルチでも重量物積んだまま曲がってって転がってるプレイヤー結構いる。あれマルチできるんですか。トラックならそうですよね。いやまだかトラクターでそれをなるとは思わなかった。あいけそうでいけない。まあ、スピードが出ないもので横転したんでよかったですね。まだね。いけそうで、まあ、人身事故にはなってないから。うん。あもうちょいそのこと降りてリセットした方が早いのでは。もうちょい。 ありがとうございます。ああよかったよかった。いいってことよ。復帰できた。面白いの見れたから仕事に戻ろう。仕事に戻って。こっちは必死なんですよ。種危険だわ。いいの見れたわ。ね、まあそれ中型だからね。それはグラの若さんや。こんばんはです。いやいや。グラの若さんや。今ちょうどジノさんの見どころ終わったとこだよ。見どころではない。後でアーカイブ見てね。見どころではない。ちょっと種が拾えない。マスター。ジノおじいちゃんが死んだところ。死んではない。おじいちゃんでもない。あ、ずれた。足腰立たなくなってた。トラクターがですよ。でも肥料あと 2% しかないんだが。え、どうせだったらトラクターでこっち来れば。ボス見に来るとき、ここに乗ってきたらよかったのに。よかったのに。ちょっとまずじゃあこれ運ぼうか。終わった。お疲れ。行けるかな。どこだ。あっちか。あ、これも肥料だね、多分。ん？え、なんでそんなとこにある？ちょっとだけ残ってんの？違うな。同時に4000人以上とマルチで走るね。トラッカー MP っていうマルチ専用プログラムがいるよ。4000人以上と走ることあるんだ。あー、終わってしまった。世界大会？固形肥料280リッターだね。ガオガちゃん、もし肥料なくなったらここにあるからね。なんでそんなとこにあるんでしょうね。ここってどこかわかんないけどね、全然。トラがいるとこ69番の畑の、うん、右上ちょっと左上、うん、はいウーバーイーツです。食べてください。食べれる？はい、タカさんなら食べる。足腰弱い。ウーバーイーツ来た。マークがヤーリングが違う。これぐらい、はい、これぐらいでいいや。いいんですか。全部入れた方がいい。まあ入れちゃっていいっすよ。まあどうせ向こうに帰って下ろすだけだからね。じゃあもらおうか。あ、なくなった。こけちゃうからね。いやあんな豪快に横転すると思わなかった。ね、本当に事故シーンだったわ。びっくりした。ね、事故だったね。うん、あんなに本当に普通に横転してったなと思って。綺麗な横転シーンだった。なんかちょっとあれかなと思ったけど普通に横だったもんね。ガチの事故だわ。ちゃんと重さ。お父さんはヘキちゃんユーバーのサービス範囲なの？言われてるよ。あるわけねえだろウーバーなんてよ。いやでもさっき新潟ってすごいんだよって話してたんだよ。お菓子メーカー大体新潟。それは盛りすぎでは。うん、それは盛りすぎかな。3つだけやったやろ今。うん、でも大手やろがい。と亀田となんだっけ、越後製菓。越後大手やろがい。越後製菓。正解は越後製菓。これ拾えないな。実際美味しいよね。美味しいよね。美味しい。うん。亀田豆せんべい好き。ああいいですね、うん。美味しいよね。もずべき逆側から行けばこれ。ここ広いから。ここ。肥料巻き。もう広い巻きなんだね。中はウーバーないよ。待って、どこフィルター切り替えないと見えない。ウーバーよりウォルト派だな。あ、こうか。そんな選択肢すらねえんだよ。まずピザーラの配達もなんか複数じゃなくて1個あればまあまずピザーラなんてねえんだよ。今何がある？ウーバー出前館ウォルト。親方全部ないんだが種いる種じゃない肥料
や、肥料、うん、ダメです。先にあっちの四角いやつ、四角いやつから使ってもらわないと。あ、68じゃない、じゃもう一個受けてたよね。29ってどこ？北、上、上、北、どれを使えって。ガソスターの上の上。はいはいはい、じゃああっち行こうか。ここ、それそれ、うん、頑張れ。じゃあトラついていくわ。ピザーラおことけなんでカタカナなの？イタリア人来た。ピザーラおことけ、あぶね、接触する。おとどけ、おとどけ、あ、これか、エルボト。じゃあこれもちょろっと持っていっていいっすよ。煽り運転してくる。タイガさんの得意技です。超蛇行してんの、ちょっと超蛇行して煽り運転してくる。やばい、ヤンキーだよ。じゃあまずもお水飲みのだよ。お前の仕事終わったんで、お水飲むのだ。イロハスのシャインマスカットうまいな。美味しいね。イロハスのフレーバーウォーター美味しいよね。どれもこれも。ね、桃も美味しいよね。みかんも好き。みかんも好き。あー、みかんか。こういうの全然買わねえな。買わないけれど。うん、美味しいから買いな。いや、もったいないんで大丈夫です。四万十川の水を飲むんですよ。飲まねえ。四万十川じゃない。愛媛は別に四万十の水じゃないんじゃない。キノコックスになるよ。カンピロバクターになるよ。いや、四国はそんなの存在しないから大丈夫です。あるある。最後の清流だから大丈夫。ムズさん音小さくね。ムズさんの配信のもっちゃい。これはどこまで行くの？ムズさん音チェックしてあげて。ムズさん。ちゃんと運転して。いや、あのね、めっちゃキーボードから手離してたよ、ずっと。やめなよ、ちゃんと運転しなよ。ハンドルから手離して運転しなよ。やばい、ヤンキーじゃん。だってドラがついてくるの。ボスはヤンキーだよ。え、音ちっちゃいかな、箱乗り。モズのさ、配信のさ、モズの声だけ、ディスコードの声はそうでもないのかな、浦方さん。ん、一応ね、私今左耳でも聞いてるけど、おかしな聞き方してるから分かってないんですよ。それやばいわ、頭おかしくなるよ。頭おかしいって言われた。あ、まあでも確かに音量上げないと聞けないっちゃ聞けないんだけど。確かに頭おかしいっていうのかと思った。元々なんでそんな聖徳太子スタイルなの、いつも。何の修行なの。そもそもがこのさ、設定がちっちゃいんだかな。ちゃんと横転してって聞こえた。ちゃんと横転して。ちゃんとした横転はさっき見せましたよ。ちゃんと横転して。いや、あれはもう芸術的な横転。本当上手に横転したね。上手に横転って何。上手に横転ってなんだろうな。あんな上手な横転見たことない、本当に。こ、うん、んなマット運動うまくできたねみたいな感じです。お手本のようなね、お手本の横転だった。あれは免許の講習会でちゃんとビデオに流せるぐらいの。あれじゃん、マイクのこけ方うまくできたねぐらいの感じ。あれだね、さすがなのだ。さすがなのだ。まあ不本意ながら、でもあれに関してはもらってもおかしくはない、ね、いいこけ方だった。さすがなのだ。あらあら、さすがなのだ。もういいから、もういいから。着いた。うーん、なかなか。さすがなのでありがとうございます。いただいてしまった、うん、不明よ、さすがなのだ。もう一丁来てる、もう一丁来てる。そんなにはそんなにはいらない、そんなには。ジノさんサントマンに転職したら無理だよ。ジノさんうんちなの。サントマンはあれでしょ、あのカースタントの方でしょ。あ、運転テクニック。カースタントならいけるの。いけるいける。なんでそんな見え見えの突っ込んでいくんですか。え、止まれなかった。こういうの多いですよね。スレスレで止まれるかなって。なんでスレスレで止まそうと。改築しちゃおうかなとか。そう、ちょっとそれ今考えてて。いや、でも改築するのもまあ収穫が終わってからだから。大豆取ってからにしよう。危ねえ、やっちゃうとこだった。お金いっぱい使った後でしょ。
まあでも早く借りたいな。10メートルぐらい削除する。ビーノさん B ボタンを押したら台無しにできるよ畑。え、 B ボタンってどういうこと？収穫の機械のスイッチを入れるの B でしょ。ちょっと悲鳴が聞こえるんだか。どういうことなんだか。ああ、収穫何やらかした。何にもしてない。タイガさんがただ一人で騒いで一人で悲鳴を上げただけです。ジーノさんが今収穫機をね、大収穫機で大豆を脅した。違いますよ。タイガさんが収穫しろって言うからして見せたんじゃないですか。ひどい。仲良くしなさい。違う。働け働け。働いてくださいよ。まだ上の29番が終わってないんですよ。え、モズが言ってるよ。え、本当だ。そういや、トラさん、モズから審議が出てきたけどさ、マーカスのところって結局カットしたの悲鳴。うん、カットしてないよ。だよね、あれ。してない。うん、多分ね。でもなんかね、あの後半にもまだあるから。ノイキャンかな、なんかね、そこまで叫んでない感じがしたんだよね。あ、うん、うん、もっと叫んではいた。もっと叫んでたよね。うん。いや、多分ね、それはノイキャンされてると思う。声量的な意味では、うん、あの足りなくなったなって思う。うん、足りなかったなって。うん。うん、ノイキャンかけなくていいよ。え、虎の悲鳴が聞きたいから。ノイキャンかけるに決まってるじゃん。虎の悲鳴は大好物でしょ、みんなの悲鳴は。いや、だって珍しくあれ高評価ちょっと多かったもんね。みんなにっこりって音だね。やめろや。にゃーって言ってるとこは猫の顔のあれにしてる、うん、めっちゃ面白かった。ロアル牧場悲鳴選手権。僕悲鳴第1位もう虎ダントツなんだよな。うん、僕とも渦がそんな悲鳴がな。あげないよね。うん、あげないね。うん、もう虎も自分がこんなに叫ぶと思ってなかったよ。うん、新しい自分を発見したもんね。え、キャーって言ったってなったもんね。自分で驚いたもんね。自分の叫び声にえってなったもんね。しっぽめさんも、ご主人が初めてこんな声出してるけど大丈夫なの。そう、虎が悲鳴あげたらポメシャがオロオロするから、ね。まあそうでしょうな。オロオロ。飼い主はそんな悲鳴かわいいよなって。虎の悲鳴かわいいって。やめろやい。でもポメシャがさ、一番オロオロしてたのはさ、あのママに会いたいでボロクソに泣いてた時。そうだろうね。だろうね。そう、もうあん時ポメシャめちゃくちゃオロ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 して大丈夫大丈夫ってすごいなってた。よし、完了。帰ろう。レタスも運ぶホロ。うん、あれ冬じゃなかった。レタスもしたの。いや、全然考えてなかったんですけど、卵の時期が11月なんですね。うん、あれ、卵そんなにでも溜まってた？溜まってない。だってそもそも餌与えてないじゃん。そう、うん、ご飯あげてないから。卵がめちゃ可愛いってのと、ガルディさんからセクハラ来てよ。アンリールでボイチャした時も可愛い声やったわって。え、めっちゃセクハラじゃん。セクハラなの？褒めてるんじゃない？もうちょっと、もうガルディさんとはボイチャしない。めっちゃセクハラだわ。セクハラに動揺したわ。助けてなった今。セクハラに動揺受ける。助けてってな。いや、私はこれを一人でも上げてみせる。え、いつの間にかなんかやらかしたんですか。あ、やった。やったぜ。セクハラなんかなかったことになった。どうでしょうね。転倒がなかったことになった。やった。転倒したの？してないよ。今日どうしたのみんな。今日横転日和なの。横転ノルマあるの？ガウガさんの言い方では。そうだね、僕の言い方だよ。確かにガウガちゃんの言い方だった。そもそもボイチャしなくてもこの声だよ。
そうだね。変わんないのよ。そうそう、ボイちゃんの声も配信の声も変わんねえのよ。何を今更言ってんの、可愛い声やろがい。虎の声は可愛い声だよ。声やろがい。ありがとう。もうじゅちょき。お返し待ってます。買ったじゃん、くるみ1個買ってくわ。やったわ。褒めてくれたら1くるみ1個あげる。 1くるみ1個。肥料まきはもうこれで終わり。そうだね、だね。もうそれやったらお金もらって進めたらいいんじゃないかな、うん、あとベールとね、じゃがいもだから収穫いらんいらん、うん、やめようか、ね、うん。助走も工作もあんま面白くないからね。助走、うん、は、助走は分かりやすくていいかなって思うんですけど。まあ助走はね、工作って何？でも耕すやつ？助走は安いじゃん。すんごい。そうね。まあ、うん。だって38あって2300ドルだよ。うん。うん、38だよ、この。まあ、手間がね、少ない。適当に走ってれば終わるから。そんなに考えなくて済むっていうのはあるかなって思いますけどね。なるほど、うん、まあいいよいいよ、収穫しようぜ。うん、そう、メインは大豆。とりあえずなかったよね。たま10月まではない、うん、うん、この玉子ランパーだよ。あ、完了になってる。なんだ、久々に餌をやってこんなにもう出たのみたい。あとどんだけ詰めなきゃいけないのかと思った。え、超優秀じゃん。そうだよ。この子たち。ほんとね。かわいそう。餌さえあげたらちゃんと働くのにさ。ね、よし。あ、でももう5474リッターになってる、ご飯が。まあそもそも多分。多いもんね。羊毛が9000リッター入れて9000いってね。ちょっとだっけ、月で2000ぐらいは食べんのかな。そもそもだって360いるんでしょ一応。うん、そう、360。あの、見えないけど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 、360%その中に入っていることになってます。入ってるってことでしょ、うん、そう、虐待では。普通では虐待未就よな。うん、うん、密集してるな。あ、そしたらまあしょうがないな、稼がんといけないな。あ、なるほどね、なるほど、なるほど。バルトラって書いてある、うん、その服の後ろに。何バルトラ？バルトラ。何そんなこと書いたの？バルってあのバーみたいな意味のバル。バートラみたいな。バルトラ。バル。そういえばポケモンのさ、新作に出てくる、新作っていうかダウンロードコンテンツについてくるさ、そういうあの出てくるリネイヌって秋田犬らしいよ。可愛くないけどって何？可愛くないの？可愛くないけど。可愛くない秋田犬なんてこの世に存在すんの？まあ見てみたらいいよ。いいね犬。いいね犬。うん、いいね犬。可愛くないって言われるの可哀想だな。ガウガさんとジノさんはなるほどをやらなかった重大ですね。え、何そういうノルマがあるの？え、なるほど。なるほどってさっきね言ってたら。そう。僕は可愛い担当しない。ナイス羊。ガウガちゃんもヘロヘロの時めっちゃ可愛いよ。可愛いよね。めっちゃ悪い。ガウガちゃん大体可愛いよね。ね。うん、3人で喋ってるとき大体かわいい、うん、よくわかんないね。マオさんこんばんは。イーネイヌの話してたよ。イーネイヌ、マオさんこんばんは。イーネイヌはさ、別にかわいくないよねって。イーネイ
ネイヌまだ見てない、後で見る。ジノさんは可愛いよ、ジノさんは可愛い、ジノさんは可愛い、ジノさんねかっこいいって言われるとちょっとよくわかんない、ジノさんのかっこよさをまだ感じたことがない。その目は節穴ですか、節穴、そんな前にしてはえかっこいい横転だったでしょ。童貞にかっこいいとかあるんですか。あるある、見てないから、あらあらなのだ。違う、さっきのドラさんの声のお話で思い出したけど、ジノさん、あのシゲさんあんな声だったのかと思った。そうだね、シゲさんの声聞いたけど、あ、シゲさんデビューおめでとうございます。あ、そうなんだ、おめでとうございます。動画をね、あの出して、うん、自己紹介はなんかよりも、嘘、後で見よう。そうそう、なんかシゲさんずっと前からさ、ドブボだからドブボだからって言ってたんだけど、うんうん、全然普通にあのね、配信映えする声と喋りだった、すごい配信者だなっていう感じ。それは聞きたい。ヨネシはいない。そう、そう、ヨネシはお休みなんです。ヨネシは休み、帰ってきたけど、うん、何日みんな、みんなで跳ねてる、跳ねる遊びしてる、ジノさん待ち、うん、いや違うでしょ。ジノさん10月にしようかなってところで、じゃあちょっとあのセール品、はいはい、あ、出ても買えないか、うん、もう買えない、買えないか、もうやめてあげてよ。いや、まだこれ以上ロアルの財産を、まだ、雨だ、まだ借金という手がある。雨だな。そうだよ。こいつら欲しいものが出たらね、借金ですよ。後ろから殴ってでも止めるしかない。ね、びっくりしちゃうよ、この間いっぱい稼いだのにみたいな。サトウキビトレーラーって何。そうか、にみたい。サトウキビトレーラー、 TT のサトウキビトレーラーが出た。なんか随分と変わった形をしてます。初めて見た、うん、へえ。サトウキビ、初めて見た。へえ、何がどう違うんだ。いらないでしょ。まあ、いらないですけど、どこで見たか知らないんだよ。自分で買うことないから。 P ボタン、 P ボタン、暗くなってきた。バイトはまあ助走が出てる。あ、トラック出た、トラック。何？トラック出た。トラック、そろそろ、あ、いいね、いいね、トラック。トラックいる？いいよね。いや、いいっすよ。そろそろだって、あの輸送もちょっとほら大きな畑になってきたし、小さいトレーラーだと往復大変でしょ、うんうん、まあ確かにね。スーパーライナー6x4。 いや、いいんじゃない。これ買うとあれなんじゃない、レベルのやつなんだろう。え、もうトラックであればもういい、それでいい。え、そうなの。ええ、なんでもいいんだ。ええ、え、買うか、買えるな。買えるなじゃないんだよ。買える、買える、買えるな。買うか、うん、これうちのうちのトレーラーをこれで一新できるじゃないですか。だって、うん、でっかい系のトレーラーに今11万のやつだね。これは家畜関連機器。え、いや、買うべき、いいやつじゃん。買うべきでしょ、これは。よし、買おう。うん、買うべきだね。トッピーのお金が。トラックもね、あんまり出てこないから。トッピーのお金が貯金しろ、こいつら。はい、タカさんはだって代わりにあのその辺の種でも食べといて。ひどい。ひどいよ、こんなに卵産んでるのに。あ、でもハイタカさんっぽいカラーリングができそう、これ。ぽいちゃん、ブイブイ言わせればいいか、トラックで。これで買おう。これで購入。はい。買った。やったー、ね、ちょっと見てきてくださいよ。すごい、ハイタカさんっぽいから。また10万円。明るくして。明るくしよう。あ、お金なくなったわ。お金なくなったな。すごいな。あれだけあったのに、もうなくちゃ。あれだけあった。不安な額になってる。ヨネシがえって思ったと思う。あんなにあったのになんでそんななくなったのって言われるやつに。あ、びっくりした、こんなになくなるとは思いませんでした。いや、まあ大丈夫大丈夫、使うから。あ、カチカチやんな。ほら、ハイタカ、ハイタカ。え、めっちゃハイタカ。
なんだこれ。どう見ても吐いたか。白頭足じゃん。白頭足いるやん。かっこよ。白頭足。これあれだもんね、アメリカの国鳥とかでしょ、確か白頭足。あ、なるほど、だからか。あ、てかいさん、こんばんは。こんばんはです。借金生活。こんばんは。いや、まだ借金じゃない。大丈夫。ギリギリ食いつないでる。ギリギリね。そう。あ、そうだ。8万ドル残ってる。危ない危ない。肥料巻き、じゃあ、完了しますよ。うん、はい。してもらって。おろした？おろしたよ。おろしたよ。肥料。さすがにもうおろしますよね。びっくりした。肥料ね。まあ、あと 6% しかなかったけど。オッケーオッケー、ちょっと回復した。ちょっとだけだよ。気持ちだよ。お気持ち程度だよ。ぞ、さあ10月になりました。でも雨降るね今日。そうですね。雨はちょっと通り過ぎてもらってから、ね。雨が終わってからにしますかな、じゃあ、うん。何時ぐらいに雨終わる？7時から。うん、まあ確か6時間。12時間ぐらいだっけ、うん、9時ぐらいには上がるっぽい、うんうん、さあじゃあ、もう10月って結構寒いね、15度とか普通は多分寒い、あと、いや15は寒すぎるけど、でも 20度まで上がって日本の中でもさ、新潟と愛媛じゃ全然気温違うしさせやな、ちょうど降り出したな、うん、雪降るとか雪積むとか意味わかんない、意味はわからないは言い過ぎでしょ、意味わからないって言われた、ダルディさん意味わからんって言われてると仕事終わって雪かきして帰るってマジ意味わかんない、なんでそこで住んでんだって毎回思うちょっと辛いよね、おいお届けしようか、桜からジョン・ディアのさ、さあ雨が止んだのでじゃあ今日のメインイベントです、ようやく収穫するのこの1年の集大成、大豆の収穫になります、裏方さんも、え、雪かきって何ですか、何その言い方知りませんけど、雪かきって何です、雪かきの道具持ってないもんな、ないよ雪用タイヤとかない、何年か前に降った時さ、ちりとりで雪かきしたからね、あはいはいはい、マジってなったもん、本当こんな降るって時さ、何年か前にあったじゃん関東地方、うんうん、そうだね、降ったね、うん、そうそうそう、あの時雪かきのスコップなんか持ってないからさスコップ超ピタと、チリ取りでさ、チリ取りでやってたらチリ取り折れたからね、わかりやすい結末、ってなった本当、そう折れるのチリ取りってなった、折れるんだチリ取りね、びっくりしたあ、そうか、コンバイン1台しかないんだ、1台しかないよね、足りなきゃだよ、トラが頑張るのかなって、あーなるほど、やだやだ、1人はやだよでなんかあれ出てないの、いい収穫の、そうね、収穫のやつからちょっと借りて、連載だね今、連載でもタイヤ交換はしない地域なんてね、しないよね、いや、いいコンバイン出てないよ。ないな、うん、しょうがない。じゃあ、トラが頑張るしかないね。そうね。いや、1台借りよう、コンバイン。え、黒。こんな。ん？え、ちょっと、拾いよ。全部をトラにさせる気？いや、今、ちょっとセール品今見てたんですけど、なんか、え？何？出た？待って。え、ちょっと待って待って、これ興奮してるんだ、待って待って、また出た出たね、これ買えばマジでもう一台、